週末は会ってっていう。え、一回その喋り方やめよう。はたっとしないで。なんでファニー。いやでももうその基本だからなんかされてもうそれで一気にバツンって冷めるみたいなことはもう正直ないから。ああ、そうなんですね。まあそれはまあだから男女問わずやな、別になんかされても別に。許せるっていうか、まあまあもう人間やからな、言うやろとは思うねんけど。めちゃくちゃ食べ方汚くてもいいんですか？あ、まあそれは言うよ、あの怒るで。あ、箸の持ち方とか。それは食べてて、その箸の持ち方汚かったでしょ、あ、箸って言う。いいそう親父みたいな。俺はだからもう別に後輩にも、はい、言われる、全然関係なく、もうだから彼女であろうが後輩であろうがもう一緒、もう注意の仕方は一緒だから、あの箸もちょっとあのちゃんと持った方がいいよとかっては言わん、もうそのもう嫌われて もう俺はもうこの言い方しかできんから、ああ箸素敵で、心ですよね。店員さんが持ってきてくれて、すいません失礼しますって言って、あ、ありがとうってございます、ちゃんと言うんだ。言う、絶対に言う。素敵で、でも確かに言う、めっちゃ笑ってたよ。でもあの突き出しでね、うん、あのしじみ汁みたいな、あ出たことあったんですけど、ゆうさんと連れてもらったときに、うん、それに対してゆうさんがうわーいって言ったんですよ。かわいい、かわいい、なんでそうなってんの、かわいい、そうなってんの、うわーい、嘘だ、ちょっと待って、初めて見たんですか、初めて見た。